ありがとうございます。今から神エビスワローズの正捕手のイラズ選手の誠実をします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。イラズ選手の特徴何でしたっけ？特徴セールスポイント何ですか？セールスポイントは声ですね。声と肩非常に肩強いキャッチャーですね。肩命だもんね。はい、バッティングも打てないんで。その方がちょっと今日壊れかけていると。ちょっとだけ調子悪いですね。ちょっとだけ調子悪いですね。イラン選手は肩どうするときが一番痛いですか？肩はもうトップ作ったときに、はい、なんかもう固まってるというか突っ張ってる。なんかもうトップ作ろうとすると痛ってなる。ちなみに昨日の夜に、はい、あのイラン選手から連絡が来て、はいはいはい、肩前日っていじっていいのかなって来たんですよ。はい、ってことは普段そんなこと言わないのに言うってことは肩ちょっと気になってんだから。そうですね、やっぱり一番は日頃のケアが一番大事です、ね、まあもちろん奈良選手やっぱり愛知県の方で仕事されてるんで、なかなかこっちに来る気がないですからね。日頃のケアも風呂でしかない。新幹線で野球に来て新幹線で帰る男ですからね。硬い、痛い、背中が硬い、痛い、めちゃくちゃ痛い、痛い、痛い、島じゃん、痛い、ガッ、やばい、わー、訓練を行きたい。もう訓練って言ってるじゃん。あと3本、あと3本、ガーッ、あと2本、あと2本、頑張れ、ガーッ、マジでやばい、マジでやばい、ラスト、ラスト、ラスト、痛い、ガー痛い、違うね、違うね、あー、かなりもうペタッとついてますね、さっきと比べると。近寄りたい、ギューッと入ってください。それそれそれ、いいよ。稲田選手、はい、諦めてください。諦めます。もう勝ってたく、でさ、よくこの体でさ、あんだけ投げれてたわけじゃん。うん、もっと投げれるよ、多分。投げれるのかな、これも結構限界かなと思ってた。いや、いけるいける。この後ちょっと投げる強さをちょっと。そうですね。急にビュンって投げてしまうと、やっぱり痛めてしまうので。稲田選手、はい、チェックしてみてもらっていいですか？はい、ちょっと作って、ちょっと強めに、あ、出てる、どうですか？大丈夫です。どうでしたか、久々に
あ、店舗にも何回かいらっしゃったと思うんですけど、店舗一回腰痛めて一回腰やってもらってる時もだいぶ楽になってきて、はい、どうですか今回ちょっと、5分ぐらいの時間でしたが、めちゃくちゃ痛かったですけど、でもやってみてやっぱり肩の上がりっていう突っ張りっていうのはもうなくなったんで、うん、すごい良かったな。なるほど。でこれからまた試合あると思うんで、はい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ありがとうございました。